日本から飛行機でおよそ5時間半。フィリピン中部に位置するリゾート地、セブ島。I'm from Japan. You know Japan? Yes. Okay. Good. Good. 鳥取市の男性がその地を訪ねました。これいい。It's nice. Yeah, very beautiful. Yeah, I like the movie. 学歴とかその国籍とかも全然関係なく、そのアートっていろんなことが可能になるっていうのを体感してるので。霧状の塗料を吹きつけ、細かい濃淡で絵を描くエアブラシアート。鳥取市のアトリエで制作活動を行うエアブラシアーティストのヤスさんです。例えば服とか、まあ、じゃあ家の壁とかかといえばこういう紙とか何でも描けるので、場所を選ばないというか、なのでいろんな作品の幅が広がるというかね、それがやってて面白いところかもしれないですよね。見るものを引きつける繊細でリアルな作品。これまでいくつものエアブラシアートを生み出してきました。すごっ、はい、皆さん、道を作る。ここの日、鳥取市の小学校にヤスさんの姿が。タブレット端末を使い、写真を撮影する授業の講師として招かれました。こんな写真、お年寄りの方見たら喜ぶんじゃないかな、これ笑うんじゃないかなとか、何かちょっとこうね、気持ちを明るくするような写真に取り組んでいただきたい。コロナ禍で人と人との交流が減る中、子どもたちが撮影した写真を高齢者福祉施設で展示し、お年寄りを笑顔にしたいとヤスさんが企画しました。これもベストショット、僕これいつも通ってる景色なんだけど、またちょっと違う見え方がする、まあ、それってまたなんか違うアートの目線だったりとかすると思うので、そこでまたなんかね、新しい気づきとかあるといいなとか思いますよね、はい、アートが持つ無限の可能性、それを信じ、ヤスさんは海を渡りました。僕も、はい、今年9月、ある大きなプロジェクトに挑むため、ヤスさんはフィリピンのセブ島へ。これまで何度も仕事で訪れる中で、目の当たりにしてきたストリートチルドレンの現状。ゴミの山の中から金属などを探し、それを売って生活費に充てる子どもたち。そんな子どもたちを何とか支援したい、その思いがついに形になりました。 I'm from Japan. You know Japan? Yes. Okay. I'm an artist. Airbrush artist.ヤスさんが行うのは、子どもたちが作った作品を販売し、生活用品や病気で療養する親の治療費など必要な費用に充てるプロジェクト。協賛企業からの支援金やヤスさんが貯めてきた資金を使って実現しました。訪れたのは3つの場所。家庭に事情があり、施設で暮らす子どもなどおよそ300人に出会いました。ヤスさんに教えてもらいながら、それぞれの感性で作品作りに取り組みます。なんかドラゴンみたいな感じ。ちょっと今日あえて筆を出さんかったんだけど。いいな、面白いな。今はとりあえずみんなこういろんな色を塗りたくってるから、こうキャンバスの上がもうぐちゃぐちゃなんです。でこれを一晩
乾かすともうしっかり乾燥するん でその上に違う色でまた乗っけるとまた違うものが生まれるんで、だそれがまあ面白い、見てて面白いんだけど。パーフェクト、グッドテクニック、スタローイズパーフェクト、ムーンパーフェクト、グラディス。完成した作品はプロジェクトの趣旨に賛同する日本人向けに販売。およそ10作品が売れ、早速現地のスタッフと服を買いに行く子どもたちも。ただこのプロジェクトはまだ始まったばかり。継続して支援できるよう現地の行政に働きかけます。I have a heart to help children, but limited. So I don't have a money to feed them. That's why what you see challenge. この日はセブ島にあるラプラプ市の市長と面談。今後、行政が運営する土産物店で観光客向けに作品を販売することが決まりました。しかし、ヤスさんの目標は自分がいなくても子どもたちを支援できる仕組み作り、その手助けになればと現地の人たちにアドバイスを送りました。 This is background.僕がいなくてもこうやって地元の人たちがやる気になってくれれば、どんどん作品も増えてくるし、率先してアートを教えてくれる人がいないと、いつまでも僕がいないとできないじゃん、いかないから。日本から遠く離れた地で動き始めた新たな支援の形。アートを通して笑顔を生み出す活動がスタートしました。子どもたちとか年寄りの方とか障害を持たれた方とか、なかなかそのチャンスが少ない方々、自分たちでなかなかつかみに行くことが難しい方々にそれを伝えることで、その中でそのチャンスをつかむ人がさらに出てきたら嬉しいなっていう